回ってる？回ってる。よかったよ。どっちから挨拶する？挨拶する？した方がよくない？した方がいい。最初はグー、じゃんけんぽい。っていうところでもうこれ動画回ってるんで。なるほどね、なるほど。はいはいはい。じゃあ喋っていきましょう。はいはい。サイドサムネイルでドラムとかこの2人が映って練習してる姿とかねあったと思うんだけど、諸事情によりできなくなりました。そう、本当はドラムを、ね、1時間練習してどこまで上手くなるかっていうのを教わりながらやろうっていう企画だったんですけど、できなくなったんですよ。本当はそう、僕は和樹と申します。よろしくお願いします。あ、チャンネル子ですね。 あ、 ありがとうございます。ということで、この友達の飯田くんをですね、手取り足取り初心者の教わって、ね、飯田くんに教えながらやるっていう内容を取る予定だったんですけれど、そうですね。まあ2人で待ち合わせしてたんですよ。で、私この後こう今池袋なんですけど、河合塾の本館で勉強しようかなと考えてて、で俺勉強するときね、本当にねスマホ依存症だから、スマホ持ってたらねダメなのよ。だからスマホは家に置こうと思って、でも俺スタジオの場所わかんないからドン・キホーテで待ち合わせしようっつって話してて、だいたいこう11時40分着ぐらいの電車になるって2人ともだったんで、私45分着いてね、こうドン・キホーテ行ってみたらまあいなかったんですよ。おかしいなと思ってちょっと待ってて、まさかだけどドン・キホーテ中にいるわけねえよなと思って、まあでも一応ね1階から7階まで探したんですけどいないと。その時ね、どうしてたんですか？僕は11時だいたい40分にその駅に着いて、はいはい、そのドン・キホーテが駅のもうすぐ近くじゃないですか。そう、ね、で東口のあのドン・キホーテ、ね、そうそうそう、東京民なら誰でも分かる、うん、そう、埼玉の人だけど埼玉県民でも分かる、分かる。で、本来であったら駅からだいたいそのスタジオまで10分ぐらいのところにあるんでらしいっす。なんで12時から予約してたんですよ、スタジオを。だからそうですね、11時40分に駅に着いて、そこからドンキで待って、11時50分、要するにその練習の10分前ぐらいになったら僕は一人でそのスタジオの方に向かうよっていう風に彼に LINE を送ったんですよ。11時43分にそれ送ってきたんですよ、スマホ持ってねえのに。そう、いやもうスマホをその外で持ってないっていうのがちょっとカルチャーショックというか、あ、これちゃんと前日に俺スマホ持ってかないから待ち合わせしようというのは言ったんですけどね。そう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 、11時40分ぐらいに俺もそんぐらい着くわって言ってたんで、あ、じゃあ問題ないなと思って、うん、お、シャボン玉だ、綺麗だ、いいね、いいね、映えるね、いいねっていう風なことをやってたんですけれども、はいはい、だから要するにどういう結果になったかっていうのだけ言うと、僕が11時50分ぐらいにそのドンキから一人でもうスタジオに間に合わないから行ったんですよそしたら11時50分に俺が行ったあたりで飯田が着いたんですよ。そうですね、ここにちょうど着いちゃってで、そう、その時その頃には僕はもうすっかり飯田が携帯を持ってないっていう事実をすっかり忘れてて、そうなんですよね、1時間一人でドラム叩いてました。そう私はね、その時間やべえ、俺1時間勘違いしたかもしんない、いや、ずっと待ってもいないってこと、これ12時40分のやつだった、あーやっちゃったと思って1時間待ってたんですよ、来ないっていうね。そうと結局そのスタジオで僕はちゃんと1時間その一人で練習をした後にしっかり練習して、その後私は公衆電話で親づてに連絡を取りまして、飯田くんの親が飯田くんの LINE で、そうです、そうです、そうそうそう、なんでもう私のいろいろ秘密が全部ね彼女にバレてしまったんですけど、そう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 でもそれも僕途中まで気づかなかったんで、気づかない、ね、普通にお前どこおるねんとか多分送っちゃったから何か失礼がありましたらそういうことですんで、飯田さんのお母さん本当に申し訳ございません。3回ぐらい再生してくれるめっちゃいいリスナーなんで。あ、そうなの。はい。いいね。その後こう待ち合わせで、まあしょうがないからもう池袋の東口で待ち合わせようなんて言って、そうそうそう、ジャスティン行ったんですよ。これだから絶対目立つんですよ。絶対目立つんですけど、で見てくれない頃、俺と思っているっていう話だけ聞いてたんですよ、東口に。いないなと思って探してて、で僕は僕でまたそのスタジオから戻ってくるときにひょっとしたらスタジオ方面に歩いてきてくれてるんじゃないかっていう淡い期待を持ちながら、髪の毛ピンク色のやつをとにかく探してたんですよ。そしたら今日気づいたことがあって、本当にもうつるっていう頭の人は意外にこのピンク色の髪っていうのと
すごい全くもって区別がつかなくて、ね、だから俺ハゲと同じなのかな。そう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 、マジか。そう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 、透明ハゲ透明ハゲ、透るハゲ、これの利点なくなっちゃったん。そう、これ欠点しかないやん。なんだっけ、ハゲが嫌だからさ、うん、ほら坊主だけは。そう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 、坊主以下だからさ。マジかよ。え、これいいことないじゃん。そう、これめっちゃ警戒されるの、いろんな人に。そう。これあの医学部館の医学部志望しかいない高知町子行くんだやろ、これで行って誰も染めてないの。だからいいやと思ってやってたら、うん、すげえ綺麗なね、紫の髪したやつが来たから、ほう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 、紫いいんじゃんって俺声かけた、うん、ピンクのせいでね、怖がられてスーって帰っちゃってさ。紫ピンク怖がるの。そう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 、どっちもどっちだけど、めちゃくちゃ警戒されるの。あ、秋葉原子行った帰りなんだけど、俺電車乗ってたら、うん、小太りのおっさんが入ってきて、チラチラ見てくんのよ、うん、これ警戒っていうのかな、うん、なんかこういうのいるとさ見てくるじゃん、うん、うざいなと思ってこう見ると、うん、大体の人はそれ以降もう目合わせてこないんだけど、うん、そのおっさんそのやり取り目チラチラ見てきて、うん、俺が見ての繰り返しを4回5回やってずっとやってんの。好きなのか、うぜえなと思って。あ、それそうだ、もううぜえと思って。でもそのおっさん降りたのよ、うん、今しかないと思って、お追っかけて走ってって肩叩いて、はちょっと小太りなんだけどさ、ビヨーンとか言ってさ、うん、めっちゃびっくりして、そんで振り向くやん、振り向くと、うわやべえ、さっきチラチラ見てピンクいるよ、やべえってなってて、もう全身ブルブルいってんのよ。あの小太りの脂肪をこう全身、もう膝がガクガクブルブルね。それやばい、ね、かわいそうだな。でもめっちゃおもれえなと思って言ってやろうと思って、おさん一言ねとどめで言ってやったよ、うんうん、あのお財布落とされましたよ。ちょっと親切心だった。俺親切心なん。あ、俺親切な人なんだよ、はい、あの俺に8回職質した警察の人、あなた間違えてますよ、本当にやばいやつ、こんな髪をしないです。あ、ちなみにねこうやって並んでますけど、私法律違反あんまりやらないですよ、こいつ覚醒剤やったことあります。これガチっす、ガチの方で。違う違う、あの覚醒剤使ったんす、これはガチっす。本当にあのこれはしゃべあの こういうので喋るの初めてなんですけど、はいはい、僕中3の時にね、あの一回そのサッカー部だったんですけど、でここでもうそっちのチャンネル渡すから、ああ了解了解了解。